勉強ガチで。どうも、じゃあ篠原です。今回はですね、人生を変えたかったら勉強ガチでということで、まあ俺の、まあ、人生経験も踏まえて、まあ、いかにね、この勉強というものが人生を変える力を持ってるかということを話したいと思います。はい、人生を変えたかったら勉強がちれということで、まあ人生というものの話をしましょう。まあ一応人生100年時代と言われてるんで、まあ0歳から100歳まで生きると仮定して、じゃあどういう、まあ、人生が待ってるのかということですね。まあ0歳から生まれて、まあ一応100歳で死ぬとしましょう。一応100歳で死ぬとして、まあどういう人生が待ってるのかというと、まあ大きく分けて、だいたい25歳、まあこれもうちょっと早い場合もあれば、もうちょっと遅い場合もあると思うんですが、まあ25歳ぐらいから、まあ定年が今一応65かな70かな、ちょっとまあ人によると思うんですけど、まあ何もなかったらだいたいまあ75ぐらいになると思うんですよ。今のまあ年金制度とかいろいろ考えて、25から75はまあ労働に従事すると。定年退職後は退職金とかもらうと思うんで、まあ、余生を送ると一応しましょう。まあもちろんね、ここで第二の人生が待ってる人もいるかもしれないですが、まあ一応これが一般的な形で、で、まあ大体25歳ぐらいまで、まあもちろんね、中卒で働いたらもっと早いし、大学院まで出たらもうちょっと時間かかるし、浪人したらもうちょい時間かかりますが、この段階がまあ一応教育の段階なんですね。人生のこの半分を占めている労働で、まあ、何が決まるのかっていうところなんですけど、まあほとんど自分の何をやってきたのかっていうことが決まる。では何をやってきたのか決まるっていうことはイコール、まあ生涯獲得賃金、まあ金ですね、自分の持てる収入というものを決まります。まずあるいはどういう業界にあるかによって自分の出会いってものも決まるでしょうというところですね。と考えた時に、まあこの余生はまあちょっと置いといて、で教育はまあ高校生まで大体みんな義務教育ですから、中学生までかな、中学生までは義務教育で、まあ高校大学はちょっと変わりますけど、まあここもまあ大体似たようなこと教育受けるんですよ。となると人生、人によって変わるところっていうのは、まあほぼこの労働の期間なんですね。まあ体がピンピンしていて、まあ一生懸命働いて一生懸命金を稼ぐ時期っていうのが、だいたい25歳から75歳、まあ人生を4分割した時の、まあこのぐらいの時期っていうのが、もう人生そのものを変えると。どの労働に従事するかを決めるのがこのタイミングですね。教育から、労働に従事する、これ就職活動のタイミングで、どの業界で働くかがまあ決まります。まあこの就職活動が全てではないですよ。その後転職するってこともできるし、まあ俺みたいに独立起業するってこともできるんで、まあここが全てとは言わないですが、でもほとんどの普通の人生歩んでたら、だいたい 85% ぐらいはサラリーマンになるということなんで、まあだいたい就職活動はするだろうと。就職活動をするとき決めるのはほぼ学歴です。あとまあルックスですね、顔です。もうこれが、もう俺が就職活動をやった実体験として、学歴があるやつ、そしてイケメンは、あるいは美人は通ります。となった時にですよ、顔はもうちょっとしょうがないじゃないですか。まあ整形手術するんだったら別ですけど、顔はとりあえずしょうがないと。で、なったらもう、俺たちが努力でなんとかできるのは学歴しかなくて、この学歴っていうのは、いわゆるこの教育、どういう教育を受け、どういう学歴を得るかというもので、もう全部決まっちゃうんですよね。この労働期間でどういうところに行くのかっていうのが決まっちゃうんですよ。で、ね、この労働の期間で例えば頑張って仕事しましたっていうので収入が上がるか、まあ上がります。あるいはそのあんまり仕事頑張らなくても業界全体が儲かってたら収入は上がるし、業界全体が儲かってなかったら収入は上がりません。あるいは、まあ、途中でクビになることもあるでしょう。まあ、会社を退職に追い込まれるということもあるだろうし、まあ、特に大企業とかに入ると、自分がやりたい仕事はやらせてもらえないっていうケースがよくあるんですね。なので、まあ、それが嫌になるってこともあるでしょう。まあ、もちろんメンタル病んだりとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、大きくざっくり言うと、どこの会社で働くか、どの業界で働くかが、自分の収入と出会いを決めるんです。このまあ25歳から75歳仕事定年退職するまでの期間を決めると。ってなった時に、この労働どこの会社に入れるかっていうのはほぼこの就活で決まって、就活はルックスと学歴で、学歴を決めるのが教育なんで、自分がどうこう頑張ってどうにかなるのってここの教育でしかない、つまり学歴でしかないんですよね。
だから人生変えたかったら勉強ガチでと、もうこれが俺自身まあ30歳ぐらいですかね、まあ一応ここですよ、ここに達して、まあいろんな会社、まあいろんなというか、まあ会社も入って辞めて独立開業もして、いろんな人と出会って京大買っといてよかったなっていう、京大だからまあ大企業も入れましたし、京大入って大企業入って向いてないなと、これダメだなと思って、俺はこの会社にいたらすごいいい会社だけど出世とかもできないだろうなと、合ってなかったんですね、そういうでっかい組織というものが俺の性格的に合ってないなと思って、辞める勇気が出たのもまあ京大よりは起業簡単だろうと思ったんです。だから、まあ、会社も辞めれたというところで、もうね、人生変えたかったらあのね勉強しかないんですよ正直で。まあ一応言うと、この後例えばその、労働に従事して、例えば営業職に就きました、営業職に就いたから営業の勉強をします、それでも人生は変わります、もちろん変わります。経理に就きました、経理としてやっていくんだけど、まあ公認会計士、税理士の資格取りました、人生変わります、年収上がります。あるいは理系の仕事、そういう技術開発職に就きました、技術開発系の資格もある、でそれで資格取ったら会社から金ももらえたりするんですよ、でっかい会社だったらね。で、まあ、あるいはもしそれで会社からお金もらえなかったら、じゃあ転職します、資格持ってるんで他の会社行けますよっていうふうに言うこともできるわけです。なんでそういう、まあ、会社にこの入ってからのその努力、まあ勉強でなんとかのし上がることっていうのはできるんですけど、このタイミングで覚えておいてほしいのは、多分結婚したりとか多分子育てっていうことをやるんですよね。まあいわゆる家庭を持つということを大体まあやります。大体ね、俺の同級生とかでも結婚して子供がいたりとかしますし、なんで、家庭を持つってなると、そのいわゆる家族サービスってやつをやらないといけなかったりとかすると、しかもですね、会社で8時間働くんですよ。あの8時間っていうのは、これは労働基準法の建前です。実際はもっと長いです。通勤する1時間、出社するのに1時間、帰ってくるのに1時間かかります。労働するのも8時間で終わらない、9時間、10時間働くってなると、1日24時間のうち、まあ、大体12時間ぐらいはそういう労働関係で使われるんですよ。朝8時に会社行って夜8時に帰ってくるわけですね。でそっから勉強ってしんどいんですよ。これはあのサラリーマンやってみたら分かります。あのサラリーマンやりながら勉強って、まあよほどメンタル強くないと厳しいですね。あのもともとその勉強するのって収入アップのために勉強するわけですから、なんだろう、仕事サボるわけにはいかないんですよ。仕事サボったら収入ダウンじゃないですか、評価が下がるから。だからそれは本末転倒だから、仕事はきっちりやらないといけない。でさらにそれ仕事きっちりやった後、その後家に帰って家族サービスもしながら、まあ、あの大人になったら酒とかも飲みながらさらに勉強しないといけないって、これはね結構大変なんですね。なかなかできることではないんです。で一応言うと、そんなに大きい収入アップってなかなか望めないですね。まあ俺自身のその経験上、前いた会社がでかかったってのもあるんですけど、ちょっと頑張ったぐらいではまあ何もならないですね。あのすっごい頑張らないとその収入アップとかにはつながらないし、軽々しく転職っていうけど、まあなかなか勇気も出ないですし、いろいろ環境も変わっちゃうしね。なのでまあいろんな意味でその労働もしないといけない、で、家庭もある中で勉強するってなると、そんなに大きく変わるってことはなかなかないし、でしかも変わったとてというところだし、そもそも変わるための勉強する、これはめんどくさいよっていうところなんです。何が言いたいかというと、一方でですよ、一方でこの期間勉強のみに集中できる、家庭はないですよね。まあないというか、そのお父さんお母さんに守られてる状態じゃないですか。とりあえず今日食う飯はあるわけですよね。でしかもその仕事しないといけない、まあバイトをしながら勉強って人もいますけど、そんな仕事しないといけないってこともない、普通にまあ勉強にどちらかというと集中できる、むしろ勉強しなさいと言われる時期ですよね。でその時期、この教育をまあフルに自分の持ってる時間全部を費やすことができるこの時期に、まあ勉強頑張っておくとどうなるかっていうと、さっき言った通り学歴が取れて、よりまあでかい会社というか、より条件のいい会社に就職しやすくなるというところなんです。で逆に言うとですね、高学歴になる、学歴を取って就活それなりにやってそこそこの会社に入るということ以外に、まあ人生を変えれるポイントって本当にちょっとしかないんですよ。まず一番でかい、俺の中でこれが多分一番でかいなって思うのは、生まれた瞬間の才能ですね。
でこれに関してはまあ部活とかスポーツやってる人は分かると思うんですよ。もうスポーツなんて才能じゃないですか。所詮才能ですよね。でサッカーとか野球もそうだけど、あ、走るの速いやつって休んでても速いですよね。遅いやつってずっと遅いですよね。まあマラソンとかの長距離になるとあれだけど、スポーツにおいて一番重要なその反射神経だとか、そういうものってもうこれは才能ですよ。センスです。もうスポーツなんてのはもうこれは才能のものね。いくら凡人が努力したところでまあそこそこにしかなれない。もうこれはあの暗黙の了解ですよね。スポーツやってる人全員わかると思うんです。もう才能ですよこんなもんは。あとはまあやっぱ生まれ持った国とかね、そういうのもでかいと思う。まあある種のこの先天的な環境というか、まあそういうものってのもでかいと思うんですよ。まあそれこそ、日本恵まれてます。とりあえず電気、水道、ガス通ってます。恵まれた環境だからこの教育というものに、まあ、全力を注げることができるということもあるでしょうし、やっぱりこの先天的な環境として今この動画が見れてるっていうのも YouTube とかそういうものがあるから見れてるわけじゃないですか。こういうまあどこに生まれたか、どういう環境で育ってきたかっていうのもでかいでしょう。あとはもう顔とルックスね。あのこれはもう分かると思うんですけど、人類不平等なんです。イケメンいます、美人います、そうでもないやつもいます。で明らかに美人イケメンが得してます。人生、まあ、人類みんな平等って大嘘なんですよね。もうね明らかに不平等なんですよ。やっぱ顔とかルックスがいいやっぱ得してます。もういろんなこの後人生いろんな場で得してることはもう明らかなんですね。ただこれ全部ひっくるめてもう今からどうこう無理じゃないですか。今からどうこうしても無理で何もできない。自分においてはまあこれもちろん整形手術したりとかすればなんとかなるかもしれないし、まあ来世に期待したらなんとかなるかもしれないですけど、どうにもならない中で唯一なんとかできるのが勉強して自分の知識を増やして、とりあえずまあ大学受験で、その後まあ興味があれば資格試験取ればいいし、その後資格じゃなくてもいわゆる自分のスキルを伸ばすための勉強っていうのをやれば人生は変わりうるわけなんですね。逆に言うとそれ以外はもう決まってるんです。さらにですね、この勉強のいいところは何かというと、才能っていう要素もあるんです。例えば数学者になりたいとかね、もうこれ才能ですよ。まあ京大の数学者とかももう天才ですよ。こんなもんはもう勝てない。凡人が頑張ったところで何もなりません。そんなまあいわゆる天才才能のある人たちに勉強も勝てません。勝てないけれども勝てなくてもそこそこにはなれるっていうのが勉強のいいところなんですね。間口が広いんですよ。例えば英語に関しても英語はペラペラでもう帰国子女並みに話せる。というか英語なんてもんは帰国子女に死んでも勝てませんから。あのノンネイティブはね、ノンネイティブは帰国子女とかには一生勝てない。バイリンガルには一生勝てないんで、でその勝てないから勝負しちゃいけないんですけど、あの勝負しなくてもでも一応 TOEIC で800とか900取ってればまあ就活で困ることはないですよ。困ることはないとか、それが求められてる力なんかね、英語力がありますっていうことは評価される業界会社だったらやっぱり英語ができるってことは有利に働くわけです。そのペラペラではないにしろあいけますよ、それなりだったら大丈夫ですっていうのはやっぱり強みなわけですね。例えばまあ法学部に入って弁護士検事を目指して頑張りました、結果司法試験通りませんでした無理でしたってなっても、例えばどっかの法務部とかには入れるわけです。どっかの会社には入れるわけだし、東大合格目指して全力で頑張った、全力で勉強頑張ったけど結果無理だった、判断になった、あるいはまあ早稲田とか慶応になっちゃった、でもやっぱ高学歴ですよね。ということで例えば野球なんてもんはプロ野球選手でトップになったら年俸数億ですけど、まあ慣れなかったらそこら辺のサラリーマンとあんま変わらないぐらいの収入だったりするんです。まあだからもう超トップは確かに超すごいけど、まあトップじゃなかったらちょっとまあ微妙みたいな感じなのがプロ野球の世界だったり、サッカーの J リーグでも J2 の選手だったら年収400万ぐらい、もう普通のサラリーマンと変わらない。しかもサッカー選手って選手寿命が非常に短いんですね。その非常に短い選手寿命が終わった後のキャリアもまああんまりないという中で必死こいてプレーしているその選手たちに鑑みればですよ、まあうまくいかんくてもまあ別にいいじゃないですか。そんな弁護士検事になれんくてもどっかの会社の法務部で契約書返して年収800万もらえたらまあいいじゃないですか。しかも、そのサッカー選手みたいに選手寿命が短くて体の衰えイコールまあ選手として続けられないイコール収入がなくなるではなく、勉強っていうのはこれさらにスキルアップってこうどん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 自分の力って伸びていきますよね。
なので右肩上がりで成長していけるというところで、勉強が一番人生を変えるインパクトがある。まあ他がむしろ逆に言うとないし、まあ就職活動の時に限って言えば学歴っていうものがあるとやっぱりでかいですし、年齢にとらわれることない、まあ言ったら自分の能力をどんどん伸ばしていくことで収入を上げることができる、まあ自分の人生のステージっていうのを上げることができるし、しかも今このタイミングは仕事があるわけでもなく、家庭サービス家族サービスをしないといけないわけでもなく、勉強に集中できる、教育を受ける、この教育を受ける権利を存分に発揮することができるということで、なぜやらないのっていうことなんですよ。もちろんね、別の選択肢ももちろんあります。人生を変える選択肢実はいろいろあるんです。例えばこれ結婚する家庭を持つっていう話だけど、あのここでまあ金持ち の人と結婚したらもう勉強なんてしなくても人生勝ち組です。はい、あのまあ金が人生の目的ならね、まあ他にも俺はいろいろあると思うんですが、金が人生の目的だったら金持ちと結婚すれば勝ちです。あのこれは実際俺の高校の同級生がそうなってて、マジかと思った完全に負けたと思ったね、あの時はっていうこともあります。でまあただそれはルックスとかも必要だと思うしっていうところもある。であとまあ俺自身実際まあこの労働というのは大体まあ1年ぐらい10ヶ月ぐらいしかできなかったんです。俺は大企業にいる才能はなかったで、まあここから独立起業をしました。やっぱり独立起業をすればこれは人生変わります、大きく変わります。なんだけどまあリスキーはリスキーですよね。リスキーはリスキーですし、もちろん、人によっては大きく儲かる人もいるんですけど大体まあ 95% 失敗すると言われてます。会社っていうのは大体まあ 95% の確率で倒産します。なので独立起業っていうのは人生確かに大きくかかるし、まあ、でっかく勝負することにもなるけど、どうかなっていう、安全かと言われたらまあ安全ではないですね。まあ他にもね、その人生変えるライフステージいろいろあるんですけど、一番努力が反映されやすくて一番確実で、どうせもう25年後まあというか大学受験だとかその後のもろもろでどうせそこにたどり着くことになる。独立は別にしなくてもいい選択肢だし、別に結婚もしなくてもいいんですよ。もうそれで仕事全力でやります。それも一つの人生だと思うんですね。なんだけれども、まあ、いろいろあって、大学受験しないってことは多分ないと思うんですよ。多分大学受験するだろうと、学歴は手に入れるだろうってなった時に、どうせだったら上の学歴取ろうよっていうね。だって、それが人生で一番インパクトでかいんだもんっていう。はい。ということで、まあ、人生変えたかったから勉強がちれと。ということで、まあ、俺自身今、まあ、この仕事もやってるから勉強してるっていうのもあるけど、まあ、何よりもやっぱやっててよかったんです。京大受かってよかったなと思うし、その後いろんな資格も取ってその度に自分のスキルっていうのは磨いていってよかったなっていうのも思うし、まあ、あるいはこの仕事やってるから教える立場だから自分も勉強しないといけないからやってるっていうのもあるけど、やっててよかったなと思うからやってるんですよ今なおね、っていうのが、まあ、本質ですよ。だから俺がね勉強してなかったら、所詮こうやって言っといてなんかね勉強してねえじゃないかお前って思うかもしれないですけど、まあやってますからね。だからまあ心からの本心として勉強やっといた方がまあシンプルに金になるし、やっぱり出会える人のレベルも上がります。能力の高い人と出会えますし、何よりね、まあ俺の地元はクソ田舎なんですよ。もうね本当に何もないクソ田舎で、いつ実家に帰ってもなんかどこぞのおばはんがなんかゆっくり時速1メートルぐらいで歩いてるんですよね。そんなめっちゃ田舎の環境が嫌で、やっぱり都会に出たいという気持ちがあって京都に出て、でその後東京の会社に就職してっていう風になって、まあ自分で言うのはあれですけど、田舎の環境が嫌だったけど勉強一本、まあそれだけで、やっぱ一応そういう風になったというところなんですね。なので勉強っていうのは、まあ、それだけ人生を変えるインパクトがあって、でせっかく今それをフルでできる、仕事しながらとかそういうんじゃない今できるのにやらないっていうのは、まあ、もったいないよと、すごくもったいないよっていう話が、まあ今回伝わればいいなと思ってます。まあって言ってやらないやつはどうせやらないですよ。やらないやつはどうせやらない、 99% はやらないでしょう。でも 1%、もしあなたがその 1% のやる側だったら、おそらく10年後20年後ああやっててよかったなって
思うでしょうねっていうところでした。 1% の皆さん頑張ってやっていきましょう。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。